こんにちは。強迫性障害 OCD の改善に向けて、多くの OCD の方が持っている特有の能力を活用するお話をします。ただ今回のお話は少しややこしく感じるかもしれません。あまり深く考えすぎず、イメージワークの参考と捉えてお聞きいただければと思います。 OCD を抱えている人はイメージ力が豊かで、先回りの能力に優れていることがあります。しかしそのイメージ力、先回り能力は不安や心配までを現在に引き連れてきてしまいます。するとせっかくの今という時間を混沌としたもので満たしてしまうことになります。しかもこのイメージ力、先回り能力は時として OCD の症状をさらに引き起こしてしまいます。つまり症状を悪化させる脳の働きを手助けしてしまうんですね。結果、悪いことを想像して心配で仕方なくなり、今この場の感覚を鈍らせます。行動に悪影響を与えてしまいます。まるで何か配線の接続がおかしくなっているような、そんな状態です。さてこの OCD の克服には、自分自身と今現在を一致させることがとても大切です。今現在というのは不安に振り回されることなく事実を認識する状態のことでもあります。先回り能力が不安につながってしまう OCD ですが、この先回り能力は本来長所でもあります。ですのでせっかくのこの先回り能力をうまくコントロールできれば、脅迫の思考がやってきた時に安心した大丈夫な自分に配線を接続することができます。先回り能力をうまくコントロールするには、自分の視点を変えたり立ち位置を変えて物事を見てみるということがポイントになります。具体的には先回り能力を利用して、まず未来に自分を置いてみます。そして未来の自分の立ち位置から今現在の自分を眺めてみます。もちろんこれは想像、イメージです。未来の自分から今の自分の状態を眺めてみましょう。未来から見た今の自分の状態というのは大丈夫な自分です。その状態、状況を思い浮かべます。確認であれば、鍵やガスの確認は数回で済ませることができて安心して外出している自分、あるいは脅迫の思考がやってきた時にも大丈夫だと思える自分、外出先で不安がよぎっても鍵を閉めたことを思い出せる自分、未来の立ち位置から見ると安心しているあなたがいる、それをイメージします。そうして大丈夫な自分と今を一致させていくのです。 OCD の克服には、自分自身と今現在を一致させることが大切なのに、未来から今の自分を見る、少しややこしく難しく感じてしまうかもしれませんよね。しかしこれは先回り能力やイメージ力の強い OCD の方々だからこそ活用できる方法です。脅迫性障害を改善していくにあたっても段階というものがありますけれども、ある段階ではもちろん脅迫の症状が出ている最中、こういったことを思い浮かべるというのは難しいこともあります。ですので日常で今回のこの話をふと思い出したならば、イメージワークのように試してみるのをおすすめします。せっかくの先回り能力、先回りして不安を持ち運ぶのではなく、安心を今に置いて未来から見た今を想像します。今には大丈夫な自分がいます。そのようにイメージをしていくうちに、
実際に強迫の症状が出た時に不安ではなく大丈夫だという今現在の自分に接続する感覚がつかみやすくなっていくわけです。 OCD は厄介です。この症状がなければどんなにいいか、どんなに時間が無駄にならないか、そう思うこともよくあると思います。泣きたい気持ちをこらえていることもたくさんあると思いますけれど、これ以上自分のことに心を痛めないでください。あなたは頑張っています。大丈夫、大丈夫。これから先、本来のあなたの明るい笑顔で満たされていくことを信じて祈っています。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは。